Boss FM. Check it out. Challenge Radio. Challenge Radio.クロス FM チャレンジラジオ、高妻優太のナビゲートです。お送りしたのはキングヌー、先月リリースされたニューアルバムシンパからフラッシュでした。ということで、この時間のゲスト、スタジオに来てくれるのは初めてです。まずは自己紹介お願いします。はい、キングヌーボーカルキーボード井口悟です。はい、ドラムの関優です。はい、お二人ともチャレンスよろしくお願いします。チャレンスチャレンスチャレンスそういう感じで言ってくれると助かりますけどもね、はい、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。あれがだから12月の末ですね、はい、そうですね、年末のね、年末ミュージックジャンクション2018出演していただいた時に、はい、あれはだから楽屋でメンバー揃ってインタビューを取らせていただきましたけど、はい、あの時は関さんがあのすごい格好をしてましたね。覚えてないですか？青ですか？青のジャージに、あー、そうですね、あの、はい、どういうデザインのサングラスっていうサングラスしてましたよね。ちょうどこれですあったあった、どこに売ってんですかそのサングラスこれはちょっと後でお写真いただきたいなと思いますけども、はい、今日もおしゃれに決めてらっしゃいますが、あれなんかミュージックジャンクションの時はどんなこう記憶印象残ってますか？ライブのことでも、あと他のバンドのことでもいいですけども。どうですか？いや覚えてないのかな。いや覚えてます覚えてます、うんうんうん、めちゃめちゃ覚えてますよ。あの豚骨ラーメンめちゃめちゃうまかったね。ああそうだね、うん、楽屋のね、そうです、ケータリングにラーメンありましたもんね、うん、はい、ライブはなんかいくつ覚えてますか？あーでも結構長いセットでやってもらってね、うん、そうだね、うん、やっぱなんか盛り上がってたよ、盛り上がってたね、うんうん、まあ、その後のヒゲダンはもっと盛り上がってたちょっとあのクソって思った ね、 あ、でもいいですね、それでこそやっぱ対バンだし、うん、これフェスの面白さですから ね、 ね、はい、これで久しぶり福岡来て、今日はクロス FM だけで3番組、はいはい、ちょっと福岡らしいこととか福岡を感じたりはできました？いやー感じました、ね、感じ、ビンビン感じましたね。おビンビンに感じてる、ビンビンに感じましたもうお、なになに、どんなことありました？いやー何でしょうね、うん、あの女性が、女性のね、ま、マナーが女性のマナーマナーがやっぱりいい、いい、そういう気質なのかなと思うから、うん、いいですね、なんかおしとやかな感じ、そうか、ちょっともう福岡の女性おしとやかにしなきゃな感じになってきますけどもね。そんなことないですけどね。いや、素晴らしい、本当に。ラジオネームひろちん、はい、キングヌーのアルバムを買って聴きまくっていると、3月のライブのチケットも取れました、はい、あ、弟にアルバムを聴かせたらめちゃくちゃ気に入ってて、弟と一緒にライブに行きますという、キングヌーさんにとって福岡といえば何っていう、福岡どういうイメージ持ってます？女性の可愛い、うん、まあそうですね、やっぱりそうなんですかね。なかなかそのさ、はっきり、はい、ここまではっきり言う、なんか肉食な感じのバンドもそうそういないですけど、うんうんうん、はい、やっぱそれは、うん、ありますか？ありますね、もう石油なんか、うん、特に、はい、その女性、綺麗な女性が通ると、はい、バッてこう向くんですよ、わかりやすく。もう前回インタビューでも結構女性が、女性がって話、うん、言ってたかもしれないですね、うん、チャンネルがって言ってましたから、うん、めちゃめちゃ振り向いた時にさ、振り向いた時にここに思いっきり荒井和樹がいてさ、うん、ベースのその顔を見られたの、振り向いてる、うん、それがめちゃめちゃ恥ずかしいね、なるほど、恥ずかしかったこと、素敵な女性素敵な女性がいてパッて振り向いたらメンバーに見られたのね、うん、そう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 、俺も見たことあるけど、うん、ものすごいアホ面でなんだろうね、なんかもう全部なんか力抜けちゃった顔してる、ね、緩み切ってるから、緩み切った顔で、ね、楽曲と全然違うでしょ皆さん、ラジオの前の皆さん、こういうキングヌー、これがキングヌーでございますからね。ちょっとプロフィール的なところ聞いていくと、うん、東京芸術大学出身の常田大輝が2015年、まあサーバービンチという名前で活動スタートして、はい、そこからメンバーチェンジを経て今の4人になり、2017年にキングヌーになったと、はい、これ今の4人はどうやって集まったんですか？何つながり？今なんかアンダーグラウンドなセッションみたいなのがあって、うそういうところで、僕と常田があって、はいはいはい、でそのバンドにしようかっつって、うん、サトルは大輝の、長野の、幼馴染なんですよね、小中で地元長野で、はい、もう小学校からの
幼馴染。そうですね、うん、一緒でしたね。常田君はその時から結構その音楽は、はい、割とちっちゃい時とか若い頃からやってたんですか？はいはい、やってましたね。なんか僕中1の時に、まあ、うん、彼音楽のなんか部活やってたんですけど、はいはいはい、そのなんか勧誘とかあるじゃないですか、はいはい、新入生歓迎みたいな。あ、部活へのね、はいはいはい、うん、中2の時かな、うん、なんか背面引きしててギターをやばいね。やばいですよね、背面引きを中2でやってるやつはちょっと怖いね。ちょっと怖いですよね、うん、あ、ギターってこうやって弾くんだな。違うけどね。へえ、その時は何部だったの？僕もね、音楽やってて。あ、で一緒にやってたんですか？一緒でしたね、1年ぐらいですけど。その時からの、はい、ちょっとおかしかったですね。へえ、奇才な感じあった、その当時。奇才な感じでしたね。これキングヌーっていうのは誰が決めたんですか？キングヌーっていうのは、あ、もうスネタが決めて、どっかからヌーを持ってきて、うん、はいはいはい、キングはあった？キングもね、持ってきましたね、ツネタが持ち寄ってきて。そうですね、なんヌー、G から始まってヌーなんだみたいな、かっけーみたいな。あ、GNU でね。なるほどなるほど、ヌー、GNU のね、綴り。そうですね、はい、セックンから見て、そのツネタ君はどんな印象の人でしたか、最初？最初はもう異質、異質ですね。異質、異質、なんか全てがこう、なんだろう、関わってきた人たちとは違う、うん、何かを持った人でしたね。それやっぱ才能的な部分を感じてた。そうですね、だしルックスもその違ったし、はいはいはい、かっこいいよね。そうですね、映像的なそのセンスも、あの、僕は通ってきてなかったので、その時に映像を見せてもらって、はい、あの、うん、すごいなってなった。すごいなってなったの、うん、本当に、うん、これちょっと聞いた話だと、うん、石油ピンときてなかった。音楽はね、音楽はね、音楽の、あ、そうなんだ。あの、あ、そうなんだ。めちゃめちゃ雑なスピーカーで聞かされたんですよ。まあ、わかんないんじゃないですか。うんうんうん、はい、でもその映像とかも含めて、うん、やっぱちょっと今まで触れてきた人とは違う、はい、印象だった、はい、そっからまあ2017年ファーストアルバムが出て、はい、でも近年とか最近はいろんなところで話題がもう引っ張りだこ状態じゃないですか、うん、今年これがバズるぞ的なテレビの番組で一番なったり、うん、そんなことがあったんですか？絶対知ってるでしょ。だってこの間さ、あの J-WAVE のチャート番組、はいはい、宇多田ヒカル星野源を抑えて1位、ね、ね、なんかどういう気持ちなんですか、それ。びっくりしちゃう。風来てるぞっていう状態を本人たちはどう思ってるの？いやー、もう何かもう、分からないですね、絶大な力が働いたと思いました。ね、裏側で、裏側で誰かいじってんじゃない、操作してんじゃないかみたいな。そう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 、すごい大きな力がね、うん、それはプレッシャーの方が大きいですか、うん、嬉しさですか？はあ、うん、いや、まあ嬉しいですね。嬉しいですけどね、はい、ここからでもどんどん期待感も膨らんでいくし、うん、そうですね、楽しみな。メッセージいろいろいただいてるんですけど、はい、レインボースプリングさん、15歳から、私がキングヌーのメンバーのことについて勝手に思ってること、常田さん、覚醒器が世界一似合う男、うん、井口さん、ヒゲが生えてるのもいいし、ツルツルなのも良き。関さん、髪型の変化を見るのが楽しい、はい、新井さん、個人的にとてもタイプ。いやいやもう俺、これが言いたかっただけだよね。俺らのもうなんかね、うん、もうなんかかませ犬感が、そうそう、振りにされた感がちょっと、すごいです。で、雑で、ちょっと雑でしたもんね。んね、ね、そう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 。ごめんなさいね、髪とみたいな。それが言いたかっただけか。新井さんは今日はいらっしゃいません。はい、さあ、そんなキングヌーの作品について伺っていきましょう。はい、先月アルバムリリースになりました。江口さんからタイトル教えてください。はい、シンパですね。はい、シンパ、はい、これまあ単純にタイトルはどんな由来でこのタイトルになったんですか？まあ、そうですね、政治とかで使われるシンパを募るとか、うんうんうん、まあ、シンパシーとかそういう感じなんですけど、共鳴者をこうどんどん増やしていきたいなっていう意味を込めてですね、うん、つけました、はい、これ前作東京ランデブーもすでにこういろいろ話題になってる中、うん、はい、楽曲を作るにあたってどうですか、どんな作品にしようっていうのは事前にみんなでこうイメージ共有したりしてたんですか？あ、でも共有、共有とかはして特になかったですね。あんまりうちね、うん、話したりとかしなかったですけど、うん、やっぱ自然のこうやっぱ常田がこう書いてきた曲をみんなでまあ、はい、撮ってね、楽曲をその作るのは基本的にはもう、はい、そうですね、作詞作曲常田くんがやってきて、はい、どういう状態で来るんですか、バンドに持ってくる時は？まあ、曲によってなんですけど、はい、まあ、基本的には大体できてるような感じで、大体をもうできてて、もう OK になってる感じで、そうですね、はい、で、うんうん、各々のプレイ表現はその各々に任せるけどみたいな感じですね、はい、うんうん、じゃあボツになったりはあるんですか、メンバーでこうこれはちょっとっていうようなこととかもあったりするんですか？
あ、だからこれのアルバムにまだ入ってない曲とかもありますよね、はい、なるほどね、はい、それは、まあ、別の要素いいけど悪くないけども今回の作品にはっていうとか、まあ、タイミングとかね、あ、まあ確かに確かに、はい、アルバムから昨年12月クロス FM でヘビーローテーションナンバーだったスランバーラント、はいはい、これはまあまあ言葉で伝えるならどんな曲っていう表現になりますか。どんな曲でしょうね、うん、まあ、楽曲についてこう歌詞とかそういう世界観はなんか話聞くんですか。いや聞かないです、なんかもうその後のインタビューとかで聞くみたいなのが多いかな、うん、はい、なるほど、あ、うん、そういうことかっていう感じなんで、うん、はい、じゃあ楽曲については、はい、みんなであれこれ言うってよりも、はい、それぞれも感じながら、そうですね、そうですね、おのおのがやっぱ噛み砕きながら、うんうん、撮った後に聞くっていう、うん、なるほど、はい、常田君の楽曲の魅力ってどんなとこだと思いますか。やっぱり緻密なんですよね、なんかこうすごいロジックで作ってるというか、うん、やっぱりその感覚で作ってる人も多いと思うんですけど、はい、すごく計算されてるというか、その構造美みたいなものがすごいあるなっていうのを感じますね、はいはいはい、なるほど、はい、セッカーはどうですか。まあ、基本的にこう何か、混ぜたいというか、はい、融合させたいやつなんですよね、あの木なんだ、壊したいというか、はいはいはい、今までの固定概念を、うん、っていうところがやっぱり曲になった如実に出ますね、うん、これサウンド的にも本当にいろんな要素があるし、そうですね、トータルでその13トラック入ってますけど、うん、いわゆるこうインストが間に挟まってくるじゃないですか、はい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 、これはなんかどういうストーリーコンセプトみたいなもの。これは最初モールス信号が鳴ってて、はいはい、 そうですね、でそれが SOS 助けて救助を求めるみたいな意味で、うんうんうん、で、そのさ最後はサイレンが鳴って、はい、その救助隊が来るみたいな感じらしいんですけど、うんうん、助けが来る、はい、うんうん、ね、審判を買っていただいて、うん、助けて、うん、助けてください、僕たちを助けてって、うん、はい、意味もあるかもしれないですけどね。それが聞く側じゃなくてそのバンドサイドが助けてる、助けてもあるよね、でもね、どっちもあるのか、そこら辺はまあ聞き方捉え方はそれぞれですけど、それぞれで、うん、はい、あのインストも含め、はい、常田くんが全部作っていく。そうですね、インストはそうですね、はい、インストはもうほんとギリギリに作ったみたいですけど、あ、うん、そうなんだ、あのボイスとかこう、うん、なんか英語でこう喋ってるような感じのボイスとかはあれは どうしてるんだ。それは企業秘密じゃないですかね。うわ、いや、分から、僕らも分かんないです。分かんないじゃんどっから持ってきたのか誰が撮ってるのか分かんないです。なんかそれこそ映画が始まる時みたい な、うん、なんか空気感になって、そう、ね、うん、はい、その曲につながっていくじゃないですか、うん、はい、じゃあメンバーもその辺は仕上がってくるまであんま分かんなかった。分からないですね、多分膨大なサンプル持ってるしね、多分。そうですね、分からないです謎の男ですね、謎の、そう、ミステリアスなんですね、とても教えてくれないし、うん、なるほど、多くを語らない、まあ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 みたいなそういう感じなんだ歌のそれこそ振り分けというかラップ的な部分は常田君だし、うん、結構 メロディーは井口君っていう感じですけど、はい、 そうですね、その振り分けはもう自然に決まるんですか。もう多分なんかその彼がもう作曲をもうずっとしてきてる中で、うんうんうん、だんだんそのなんだろう、住み分けはっきりしてきたというか、うんうん、どこをどう歌わせるかみたいな、はいはい、誰に何をこう演奏させるかみたいな部分はもうすごい分かってるというか、うん、やっぱ作曲家としてなんかこう固まってるんでしょうね、うん、でもキャンペーンはあんま動かないんだね。動かないですねもう家に固まってるって感じですねそこはそうなんだ、それなんでなんだろうね。まあ今ね多分制作またね、まあ、してるんでしょうね、やってんだよね、きっとね。あとめちゃめちゃデブ症なんで。そう、デブ症。あ、どんな人なの、うん、なんかさ、やっぱ閉所恐怖症とかもあるんで。あ、そうだね、でも家から出ないでしょどういうことなんだろうな。なんでしょうね。いや、なんか謎な部分が多い、うんうん、だからあのラジオネーム AK さんという方もね、はいはい、私生活な謎な感じのキングヌー、うんうん、だからこそあの質問シンプル、大好きな食べ物とかあるんですかいや、でも分かる分かる、うん、逆に普通のこと聞いてみたくなるんだよ。なるほどね。何ですか。僕ですか。僕ラーメンですね、はい、何ですか。僕豚肉ですね料理じゃないし、ね、素材だね、豚肉、あ、うん、豚肉なの。豚肉が好き。なんでなんで。豚肉って良くないですか。なんかそのすげえ俺わかる。わかります、うん、なんかあっさりしてて、うん、しつこくなくて。俺すごいあの和牛をしてる焼肉屋に行って豚肉を頼んでしまうっていう人すごい嫌がられるんだけどそういう感じなんだ。不思議だよね、肉って ね牛、こう豚、鳥ってこう、はい、間に豚がちゃんといる感じが、うん
あ、間っていう立ち位置なんだね。なんかしないなんか、ね、確かに、ね、歌、うん、バランスがいいというか。で、常田くんは何？常田はもう海鮮ですね。海鮮ですね。もう太っ腹。貝、貝、貝とか魚介系とか、エビとか殻にこもってるみたいな感じ。甲殻類も好きだし、殻にこもってるね。そうそうそう。まあなんか出てるんすかね、なんか気持ちが。へえ、いやでも面白いです。謎も多いですけどもね。皆さんミュージックビデオなども見ていただきたいですが、それこそスランバーランドのミュージックビデオ、はい、あって、はい、なんかミュージックビデオのいろんな作品の総再生回数が1150万回超えとかこう。ああ、そうなんですか。そうそうな、そうみたいでしょ。そうみたいだよ。すごいね。すごいですけども、あらあら、スランバーランドのあの映像はなんか撮影の時の思い出みたいなありますか。はい、あーでもなんか一番こうなんだろうな、大規模だったというか。そうですね、人もいたし、あの世界、ああいう世界観の MV は今まで何回か多分撮ったと思うんですけど、うんうんうん、ちゃんとねセットも組んで。そうです ね、あれ何、テレビのこうなんか番組、うん、ニュース的なところに、うんうん、はい、乗り込んでいくみたいな、そういう、はい、なんかジャックするみたいな感じに、ね、はい、なってますけども、じゃあ、うん、セットもいろいろ大掛かりだし、いやクレーンとかも ね、あったし、あとスタッフの男臭さたるやね。集合写真の汚れ方半端じゃなかった。出て、ね、キングヌーの現場ってね、ライブもそうですけど、うん、そうそうそう、MV のチームとかも全員男なんです、うん、全員男なんですね。こんだけ女子が女子がって言ってるのに、だからでしょうね。あ、そういうことか。もう上に飢えてるっていう。渇望してますから。渇望してる言わないで。なるほどね。生々しくなっちゃいましたけど。そうそうそう、うん、いやでも本当面白い、いろんな、はい、いろんなだから映像的な作品もすごいし、はい、楽曲もちろんですけどもね、はい、いろんな世界観を感じ取っていただきたいなと。この後 It's a Small World っていう曲をお届けするんですけど、はい、これはどんな印象の曲ですか。これやっぱりなんかアルバムの中でも、うん、こう力が抜けたというか、はいはいはい、すごくなんか聴きやすい曲じゃないかなと思うんだけど、うん、すごくこういうのもあるんだっていう、そうですね、感じしますよね、しっとりもしてるし、はい、でもそうだけじゃなくて、うん、なんかグルーブすごい持ってるし、いろんなことできるバンドですよね。あ、みんなその好きな音楽とかはどうなんですか、はい、毛色は似てる感じですよ、バラバラ。まあ、最近その共有があのうまくいってきたというか、うんうんうん、なんだその同じものを。そうだ、僕以外は結構ブラックミュージックとかヒップホップとか割といろいろ聴いてて、うんうん、本当最近までね、最近までというかこのキングの始めるまでディアンジェルとか全然分かんなかったし、うんうんうん、ね、だから本当なんかやっとこう共通言語というか、そういう感じなんだ。もともとはどういうのが好きだった。僕本当 J-POP とかでしたね、いっぱい聴いてました。じゃあ歌物好きで、でもキングヌーンだからそこ魅力なのはキャッチな部分もすごくあるでしょ、うん、こってりそのブラックとかグルーブすごいあるんだけど、はいはいはい、ちゃんとメロディーはスッと入ってくるキャッチなものを作れるし、井口君歌えるしっていう、そこも魅力だと、うん、いやなんかね、ちょっとこうそこに住まわせていただいてるみたいな感じですけどね、僕仮住まい。仮住まいしてる。仮住まいじゃないと思うけど、そういう感じなんだね。お邪魔しますって感じでキングでやってますね。なるほどな、はい、でも面白い、いろんなバランスがあるこのアルバム、はい、シンパぜひ皆さん手に取っていただきたいなと。ジャケットはすごい可愛らしいですよね、はい、そうですね、はい、これどういうイメージなの、なんかいろんな人がこう描かれてる、うん、そう、それはそのなんだ、MV とか今までの活動の中でお世話になった人たちをモチーフにあまり似せずに描いてるんですけど、ね、そうだ、まあね、あんまり似せてはないけど、佐野龍介くんっていうね、知り合いのペインターにお願いして、はいはいはい、スコアジがある。じゃあこう関わってきた人がモチーフになってるんですね、はい、そうですね、ぜひお店で皆さん見つけてみていただきたいなと思います、はい、まあ、あとアルバムに入ってませんけども、坂口健太郎主演のドラマイノセンス、はい、冤罪弁護士の主題歌白日、はい、初のドラマ主題歌、そうですね、どんな気持ちですかそれは。どうなんですかね、ちょっとあんまり時間が湧いてないんですけど。そうなんだ、はい、この辺のリリースはまだ分かんない。あ、これそうですね、あでもどうなんですかね、そろそろおそらくそろそろじゃないかと。なんか濁せって言われます。あ、濁せって言われてる。そうなんですよ。言った方がいいんじゃないの。いろいろね、間に合ってないらしいんですよ。大人の事情で。事情がいろいろあんですね。なんせね、もうこれ撮ったのがまず、はい、あのレコーディングしたのがもう1月4日からとかだったんですよ。そうなんですね。そんなまだ正月気分の時撮ってたんだ。そうなんですよ。あのドラマが始まる10日前に納品とかして。めちゃくちゃギリギリだった。間に合うわけないみたいなね。ギリギリですよ。だからちょっといろいろバタバタしてまして、早くね、お届けしたいんですけど、はい、皆さんに。これはじゃあちょっと楽しみにしたいと思います、はい、さあそして楽しみといえばライブが決まっておりまして、ワンマンツアーということで、はい、3月3日の東京
京新木場スタジオコースと川切に8都市11公演、福岡には3月9日土曜日ドラムロゴスにやってきます。はい、一応現在プレイガイド選考が受付中、はい、ということなので調べていただきたいですけども、はい、だからさっき言ってたけどツアーに向けての準備ってのはまだあんまやってない、うん、全くやってないです、はい、これからちょっと血眼でこうね、はい、いろいろ、そうだから今までにやってた感じとはもうなんていうんですか、はい、規模感も全然違うでしょ。どういう今マインドですか、ツアーに向けどうしようみたいな。うーん、まあでもね、今まで通りね、できればね、うん、それがベストだと思います。うん、はい、これぜひ本当楽しみな3月9日土曜日ドラムロゴス、はい、チェックしたいと思います。はい、ライブもろもろの詳細、最新の情報はキングヌーのオフィシャルホームページご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、今日番組のメッセージテーマ、なんで知ってんのっていうお題でやったんですけど、はいはい、なんか思うことありました？ありましたね。何ですか？うん、ですね、急に関さんがあのおもむろに、おもむろに iPhone を、iPhone ですか、携帯をいじりましたけど、うん、僕の行きつけのね、はい、とあるバーの店長、はい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 、マスターが、うん、僕の、うん、ファンの方で、はい、僕の似顔絵をいっぱい描いてくれる方がいるんですけど、はいはいはい、その似顔絵を勝手に抽出して、うん、T シャツにして着てきたっていう何その画像、めちゃくちゃ面白いよね、なんで知ってんのっていうすごいね、めちゃめちゃ怖いんですよ。いいね、めちゃめちゃ怖いっていうか、でその書いた人はそれを知ってんですかね。この間それの開講があって、うん、それもまたね、めちゃめちゃシュールな、店長とその書いた方の、はい、そうそうそう、出会いがあって、そう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 、ファン同士とか、なんかそういう謎のつながりが、はい、ファンとの独自の関係を結んでる僕でございます、ね、そう、それだってさ、はい、その何でさ、小田栄一郎先生と同人の方が会っちゃうみたいな感じでしょ。そうですね、すごいよ、そう考えるとなんかすごい感じがあるけど、ね、夢があるよね、面白いな、面白いな、なんで繋がってんのって感じだよね。そうですね、その辺もぜひ皆さん、なんで知ってんのメッセージ送っていただきたいですけども、あっという間にお別れの時間になりました。あら、もうそうなんですよ、もう帰るんですか。いやちょっと、いや今日はね、うん、いっぱい遊んで帰りたいと思います、はっちゃけようと思います。ディレクターがもう、いやいや、ちょっと待ってください。なぜ、もうちょっといていいんですか、この番組どうなってんの。いる、それはダメ、まだ空いてない。あ、まだもつ鍋が空いてない、空いてないわけね、こんな時間で。じゃあちょっと1曲とりあえずお届けしてみましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあ曲紹介をお願いいたします。はい、シンパから1曲、はい、キングヌーで It's a Small World。10時をお知らせします。チャレンジラジオ、チャレンジラジオ、チャレンジボーディング、チャレンジボーディング、クロス FM 東方ハウジングベイサイドプレイス赤田スタジオから生放送、チャレンジラジオ略してチャレラジー、高妻優太のナビゲートです。そしてラジオの前の皆さん、やっぱりもつ鍋屋はまだ開いていなかったようでございます。スタジオにはキングヌーの2人。はい、どうも急になんでキャラを変えてきたの。いや、残っちゃいましたね。残っちゃいました ね、まさか。ちょっと改めて自己紹介しておきましょう。はい、改めてキングヌーボーカルキーボード井口悟と、うん、はい、キングヌードラムの関優です。はい、なんで急にツイッターを検索し始めたんですか。いやいやいや、なんか反応でも見たいなと思って。やっぱ気になりますよね。厳しいですから、はい、これは関君がリツイートしてくれたおかげで、はい、リリーフリクエスト投票がもうキングヌーが爆発的に今伸びておりますんで。心配ですけどね、それで伸びちゃうんですからね、やっぱり。なるほど、あんたに伸びますよこれ。すごいですよ、ワンオクワニマフレデリックを抑え圧倒的キングヌー票に今なっておりますんで。本当か、そう、ぜひ皆さんリクエストも送っていただきたいと思います。、はい、じゃあお二人も一緒にちょっとこの時間コーナーお付き合いいただきたいと思います。はい、この時間のコーナー、番組独自の定番を決めよう、
チャレラジボーティング。おこのコーナーは毎回番組が決めたあるお題に沿ってラジオの前の皆さんに携帯やパソコンからメッセージを送っていただきたい、そんなコーナーとなっております。改めてお伝えする今夜のお題、なんで知ってんの。はい、さっき言っていただきましたけどもね、なんで知ってんのって思うようなことありますよね、メッセージに込めて送ってみてください、うん、ではちょっとお二人にも聞いていただきましょう。リスナーから来てるメッセージ紹介しますね、はい、まずラジオネームクリンクリンクさんからいただきました。クリンクリンクさんですか。なんか うん、すごい。クリンクリンク。もう何回も言わなくて、ちょっとエロくなってる。あ、そうそうそう。うん、あ、危ない危ない。23歳の方、はい。なんで知ってんの。バイトの日に体調が悪いと言って、バイトを休んだ人が、はい、SNS に遊びに行った写真を上げてる。そのことにバイト仲間の一人が気づいた。で後日、まあ、怒ってはないけど、はい、この間サボったでしょ、はい、バイトの時に何人かがその子に言ったら、うん、え、なんで知ってんの。焦りまくっていました。あ、そりゃ SNS に上げたらわかるよと、うん、みんなで言いましたが、本人曰くフォローされてることに気づいてなかったそう、うん、SNS でいろいろバレる人いるでしょうねと。いや、あるよね、うん、いますよね、まあ、SNS はそうですね、なんで知ってんのの宝庫ですよね、うん、ね、自分で上げて忘れてるみたいなこともあるでしょうし、まあ、もちろん ね、すごい顔上げますね。え、なんかあのあれどこで撮ってるんですか、なんかすごい表情の動画上げてましたね。急に今圧がね、びっくりした。2、3日前ぐらいありましたっけ。ありました、確か。いや、すごい上げてるからね、でもね、言っても。あ、それもうだから分かんない状態になってた。いや、わけ分かんなくなっちゃった。上げすぎて、ね、すごい顔の写真、なんか動画上げてました、2秒ぐらいの。それもなんで知ってんのだし、それは多分俺のナルシス、ね、そうだよね、ナルシス。今日この後ナルシーでコーナーがやってきますのでね、ラジオの前の皆さん、ナルシスト情報もお待ちしております。ラジオネーム、この方はラブタソ17歳、うん、私の友達が芸能人の恋愛事情に詳しい。お、いやー、何なんでしょうねそれ。あね、あ、身近に梨本さんだっていうね。そう、もうまさにまさにそうですよ、ね、なんで知ってんのってね、あの人とあの女優付き合ってんだよ、あれ何なんすかね、あれね、ね、なんか西麻布とかですごい遊んでるんですかね。あ、それだとリアルだね。リアルですよね。なんかやっぱ接点がないとかね、なかなかそれ。やっぱさ、それ西麻布とかには、うん、おしゃれなこう芸能人とかそういう人いっぱいいるのかな。いるんじゃないですか。そうですね、行きそうですよ ね。知らないですけど。勝手なイメージですけどね。あの、なんでちょっとその麻布じゃなくて西麻布だったりとか、なんですよ ね。目黒じゃなくて中目黒だったりとか。ですよね。なんでちょっとずれたとこに行きたがるんだろうね。なんか個室とかありそうですもんね。確かにね。そうそうそう。個室ダイニングね。そういう個室ダイニング的なとこにいるよね、絶対ね。いますね。でなんかそのね、これ17歳なのよ。で、いろんな噂話をその友達は知ってますと、うん、なんで知ってんのと思うんですが、はい、ほぼネットの情報と。あ、そうなんですね、うん、週刊誌的なやつよりも、なんか掲示板2ちゃんみたいなやつであれこれ噂されてるのを見てると。噂だ。そう、あんまり私は見たことないのでよくわかりませんが、うん、その辺の情報っていうのはどのぐらい正確なんでしょうねと、うん、でもその子は間違いないと情報を信じてるみたい。ウノミストですね。そう、ウノミスト。ウノミスト。ウノミストいいね。ああ、ね、うん、でもこういうのってどこまで本当なんでしょうね。ね、そうですね。確かに。あとたまに聞くのが週刊誌とかでなんか熱愛報道とか出るけど、実際はもう終わってるみたいな。ああ、ちょっと時差がね。すごい遅れちゃってて、掴んだ時にはもう実はそこ終わってますよみたいなこととかがね、はい、あったりするけど、でも。掲示板信じられてもね、ちょっと嫌じゃないですか。確かにね、いろいろ、まあまあいろいろ書かれてんでしょうね。ね、怖いっすね。ね、見たくないわ。なんか見ます？いや、見ないっすね。怖くて見ないっす。エゴサ的な、もう、あ、エゴサするんですけど、はいはいはい、掲示板とか見ないよね。そうっすね。そうだよね。何書かれてわかんないですからね。確かに、気をつけたいと思います。いや、皆さんもね、その自分で西麻布行って聞いたらまだね。そうですよね、信憑性ありますけど、うん、掲示板だけじゃちょっと信憑性わかんない。ちょっとね、確かめに行ってほしいですけど ね、西麻布まで、ね、そう、西麻布までぜひ確かめに行ってください。何の話。やたら西麻布に対して、西麻布のこと僕は知らないですけどね。いや、ほぼ行ったことないです、僕らも。ラジオネーム、はい、うちの妹とイベリコ豚15歳、彼氏のことをよく番組に投稿しちゃう系リスナーの、うちの妹とイベリコ豚です。今回1年ほど前付き合い始めた時の話。15歳
で、まあ、彼氏1年1年ぐらい前か。いやすごいね。私たちは修学旅行の2日前に付き合い始めました。はい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 、すごい。こりゃちょっとね、いやまあ中学生だからプンプンしますよ。プンプンするけどね、気なくせえなこりゃ。やってんなこれ、悪い口が出てきてる。2週間前だ。やめてください。ちょっと修学旅行の2日前に付き合って、はい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 、当時付き合っていたことを知っていたのは彼の幼なじみと私だけ、はい、と思っていたのですが、修学旅行初日の朝、体育館に集合からのバスに乗り込む時、うん、体育館で他のクラスの女子が、みんなこっちを見てる視線をそらすと、女子の皆さん、こしょこしょ話をし始めたと。あら、なんだと、私なんか悪いことしたか、うん、でバスに乗るとき、学年でも生っ粋の噂好きのケイちゃんが、やっぱいるんだね、いるよね、こういう人ね。これケイ島も信じてる可能性ありますね、うん、噂好きのケイちゃんが、まるまると付き合ったんでしょ言ってきたと。あ、なんで知ってんのということで、まあどこから漏れたのかわからないけども、みんなに知られて、やっぱこういうのあるよね。ありますね。もうね、辛い。もう身近に潜む梨本さんいるよね。いるね。今梨本さんを、うん、身近に潜む梨本さん、いろんなレポーターの方いるけどね。梨本さんが出てきましたから。いますね。なんか言い口かありますか。なんで知ってんのなことを。なんで知ってんの。まあそうですね。うん、もうやっぱね、最近僕もエゴサーというか、うんうん、思わずツイッターで自分の名前調べちゃうんですけど、はいはいはい、まあ、井口くんは、まあ、ある多分女性の方なんですけど、はい、井口くんは多分おっぱいより乳首、うん、あの、あ、違うかな、乳首よりこうお尻が好きな顔してるよねっていう、あ、うん、書いてあって、確かにな、乳首よりお尻が好きな乳首より普通にって、ね、普通じゃないんだ。え、って書かれてて、うん、いや、なんで知ってんだろうって思っちゃいましたね、やっぱりね。それそんな顔してんのかな。なんでおっぱいじゃなくて乳首って書いてあったんだろうね。ね、なんね。ね、それ正しいんです。正しいです。もう大丈夫、ま、15歳の子とかがさからお手紙が来てるんだけど、来てるけどね、はい、でもみんなついてるから。それさ、だんだん変わってきました。最初からお尻？最初胸じゃなかった？あ、僕ね、結構ずっとお尻でしたね。あ、そうなんだ。なんででしょう、ね、俺年齢とともに20代の後半ぐらいからだんだんあのお尻の方に行ってるけど、いや、なんでしょうね、うんうん、何が惑わせるんでしょうね。いやでも高田純次さんも言ってたんですけど、うん、お尻をこうバンバンとこう叩く、うん、でも俺は何をしてるんだろうっていうのがすごいいいらしいですね、なんか。あ、その時にね、うん、俺何してんだろうっていう、パンパンってこう叩いてる自分を見つめる自分っていう、なんかそう、まあ、確かに分かるよね。今ラジオでこの話をしてる俺らが一番何してんだろうって感じになってますけどね。お題は何してんだろうじゃないです。なんで知ってんのがお題ですか。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと吐き違えてました。じゃあ大丈夫です、大丈夫です。あ、ごめんなさい、だいぶ近いですけど。何してんの、何してんの、何してんの。ぜひ皆さんメッセージ送ってみてください。cr@crossfm.co.jp、 チャレンジの C にラジオの R。 今夜も投票いただいた方の中から独断で1名の方に、はい、チャレラジセットプレゼントいたします。引き続き皆さんのなんで知ってんの話、ご参加お待ちしております。さあ、いろんな皆さんがねメッセージくれております。榊さんもね、生出演嬉しすぎますと書いていたり、ラジオネームミカさん、ラジオネームキコさん、来月の福岡ライブチケットをようやく当選しました。おめでとうございます。ということで書いてくれておりますけどもね、もうチケットははっきり言って争奪戦でしょう。3月9日土曜日、ドラムロゴス、詳しいことはホームページなど見てください。サーヤさんは、ヌー沼にどっぷりです。ヌー沼ケンジさんみたいなやつ。ヌー沼ケンジでした。ダメだね、ちょっと ひどいです、ね、変な感じになってね。ひどいです、ひどいです、これもう。ちょっとみんな3人でちょっとおかしなことになってきてますけどもね。かっこいいバンドでございます、キングヌー。アルバムシンパリリースされておりますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、今日3番組出て言い残したことはどうですか。もうないですか。もうやりきりましたね。すいません。あとはもうじゃあ、もつ鍋を食べるのみ、のみです。楽しんで帰っていただきたいなとね、はい、
言い残したことをかっこよくしてくれって言われたんだけどもう無理でしょ、ね、今までかっこよかったことないですからね。そうね、うん、僕の力では無理だった言い残したことどころかね、もうちょっといらんこと言い過ぎ、言い過ぎたこと、うん、言い過ぎたよね。延長しちゃってんだから。そう延長しての、うん、ちょっと俺はいや右肩上がりでひどくなってたからねうん、15分延長で、ぜひ皆さんキングヌーのアルバム聴けばちょっと変わってくると思いますので、はい、最後ファンの皆さん、リスナーの皆さんに、うん、江口くんからメッセージいただきましょう。うん、やっぱりね、シンパ聴いて、うん、はい、いやもうぜひライブで大合唱起こしましょうっていう感じですね。はい、はい、ぜひ皆さんライブに味運んでいただきたいと思います。はい、はい、じゃあお別れにもう一曲お届けしましょう、はい、アルバムシンパから曲紹介お願いします。はい、キングヌで Don't Stop the Clocks。 はい、お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 It's a lonely, lonely, lonely 泣かないで愛しい人よ